さあ4月5日が、わ、すごいスピードで黒板書いた。よし。ちょっと読みましょうか。黒板読ませていただきます。早く早く来てほしいね。早く来てほしい。そしてこう、早くもうみんなにもう、聞いてほしい。本日のスクロブロックは、我が校の秘密の研究室勤務、パビウム研究員が生放送教室に登場。早くでかいな、これ。早く来てほしい。まあね、そうですね。で、かかっちゃうからね。まあそうですよね。これは今日は思う存分かかりますよ。昨日も予告してくれていた通り、今日かかっちゃうからね、もうね。パフューム研究は明日4月6日に6枚目のアルバムコズミックエクスプローラーをリリースいたします。全然ダメだよね。なんかもうない。ない。コズミック感が全然ない。ごめんなさい、わかんないですよ。パフューム研究は明日4月6日に6枚目のアルバムコズミックエクスプローラー出てたの今の。コズいやいやこれぐらい出さないとやっぱダメだよ本当に頼むよキャンペーンしてくれ本当京都先生キャンペーンキャンペーンキャンペーンマイクスプローやばいすごいよ今日の校長すごいよ、しかも今日はねこの4月、6日ではなく5日なのでアルバムの転着日いわゆるフラゲできる日ということで、はい、既にもアルバム聴いてるという生徒掲示板にも、うん、ファミム研究員マンたくさんいる3、2、1、5いっぱい書いてくれてありがとうどうもはいそんな日に、まあ、はい、バフィム研究が登場するわけですから、そうだよ直接本人にしかもですよ、一番早く感想を伝えるこれチャンスなわけですよね。なんか変なこと言いました僕今。一番早く感想を伝えるっていうとこはちょっとどうかなってことだ。なんですか、ね。いやもう先に、はい、言っちゃう俺が。は？いやもう生徒の前の言いたいことはいっぱいあると思うけどごめん。はもう言っちゃう俺は。なんで？いやいや違う。言っちゃう可能性しか秘めていない。違う違う生徒に譲ってあげてそこはね。いや大事だよ生徒もそりゃ。そうでしょいつも言ってるじゃないですか。だけどもやっぱパフィームも大事じゃんか。いや、まあまあまあ、はい。だから多分今日はごめんな、本当に。俺がもうひたすらアルバムの感想を、もうずっと伝えまくるね、これはね。いやいやいや裏でやって、副音声とかでやってください。ごめん、それは。生徒優先してください、お願いします。いや、でも、あれ？と、大山校長と生徒、どちらが、より、パヒュームのニューアルバム、コズミックエクスプローラーの感想を、熱に伝えられるかを研究せよ。お、出ました、これ。パフュームロックスでおなじみのウルトラサーバーのこれ声ですよね。なるほど、そういう研究依頼ってことね、そしたら。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。はい、わかりました。はい。生徒のお前たち、じゃあ今夜は、俺、俺を豪華に言うな。俺を豪華にするな。と、生徒のお前、どっちがこのパフューム愛に、もう溢れて、はい、熱量が、うんすごいかということいや大したことない大したことない部分をどうでもいいはい勝負だよし集まってこい全体の文章がよく分かんなかったんですけど集まってこいどっちがパフィーム前に溢れてるか勝負そういうことだなんかすごい大事になってますねいやもう勝負するいや普通にお互い感想言えばいいじゃないそしたらドゥドゥーンとこに勝負するっていうのは持ってこれなかった俺浅はかそこは負けだいいですそこは負けだただ感想は絶対負けないいつもの呼び込みはい京都はい、まあ、分かりました来てるからみんなが遅いよ早くはい、学校掲示板メールすべてはスクールオブロックのウェブサイトからアドレスは www.tfm.co.jp/ロックロックのスペルは LOCK ファックスは東京0332211800東京0332211800ここにパビウム研究のアルバムの感想ガシガシ送ってこい、はい、対決じゃいってことでスクールオブロック今夜も開講ですキッズ書いたって多分曲目かかるから何かね何かかかるから礼叫べ何くんな何くんなスクールオブロックこれもう発音やだからねこれ校長すごいテンションですね。相変わらず顔がもういつもと違いすぎますよ。いやいやそりゃそうだろだって特別な日だからなこれね。ガレ、あ今んとほらえ。ごめんなさいごめんなさい。ちょっとヘッドも取れちゃったよ。ごめんなさい。なんだってごめんなさい。今のとこが、はいはい、俺もうめっちゃ好きなところで。はい。一瞬だけなんかあの、はい、コードが多分変わってるのか、うん、ちょっと不協和音みたいな感じになる瞬間があって。はいはいそこ俺なんでなんだろうってすげえ自分で考えてたんだけど、うん、でもなんか俺的な理由としては多分フラッシュがね、はい、バーンって光った瞬間になんかその音の、うん、なんかそういうなんていうのまっすぐ進むのが一瞬崩れてレールというかレールから外れてまた戻る瞬間だったりとかすんのかなとか思っちゃったりして、うん、そこの瞬間がそこすげえ言いたかったのにさ京都がすげえグイグイ来た時にさ俺が喋ってるところに来ちゃった
ここじゃない違う、ここじゃないんだよ、ここじゃない、いやー助走がすごくなってるぞ。いやアルバムミックスのこの曲は、はい、パフュームフラッシュアルバムミックス以上。スクールオブロックブルボンがお送りします。未来の鍵を握るレディオスクールオブロック、校長の田山です。ロックのスペルは LOCK、 京都らしさです。さあそしてここ生放送教室には我が校の秘密の研究室に勤務して、この春でなんとついに9年目に突入、すごい、パビウム研究員、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。はい、入ったね、入りましたね。いやー間違いなく入りました。入りました。ちゃんと入るもんすね、やっぱね。入りましたね。入らないことはないでしょ。でも入らないことありますか。昨日もだから月曜日ちゃんといつものように、はい、研究室から授業していただいての生放送教室、結構久しぶり。そうですね、1年ぶり、ちょうど1年ぐらいですね。でさらにさっきも俺言ったんですけど、はい、研究室勤務になってもう9年目ですよ。9年ね、経っちゃいましたね。9年、すごい長さですよね。スクールオブロックだから10周年去年の10月迎えてるんで、はい、まあ、開校して間もなくから、はい、ずっと今の今まで、はい、そうなんです。ほぼ歴史を見てるということですよね。当然僕よりも全然大先輩ですし、はい、うん、すごいよね、なっちゃいましたね。校長先生より長い研究員だからね、うん、どの先生よりも長いもんね、うん、先生じゃないってとこがやっぱ鍵なのかな。そこも多分掲示板だと思うんだけど、これ名前忘れちゃったんだけど、はい、パフィーム研究員って9年間研究してるけど、うん、何研究してんだって、まさかのそのぐらいすごいね。おい、毎週やってるわ研究。何を研究してんだろう。ちょっとバレてんだね。ちょっとバレてる。でもその都度いろんなことがやっぱね、はい、やってくるわけですし、うん、そうですね。なんすけども、そんなパビム研究員が明日4月6日にもう6枚目のアルバム、はい、コズミックエクスプローラーをリリースになります。おめでとうございます。ありがとうございます。2年半ぶりぐらいですか、レベル3から前回の、はい、そうですね。まあでもシングルで言うと、2013年のスイートリフレイン以降のシングルがまあバババッとこう収録されていて、はい、でもまあこのコズミックエクスプローラー用にこうアレンジもし直されてたりとかするんですけど、結構だから前っちゃ前っすもんね、スイートリフレインとかね。そうなんですね。でもなんかアルバム出してすぐ出したやつじゃけん、はい、あれスイートリフレインかわいそうじゃったよね。レベル3に入らずに、そう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 、なんですよ。だっけん、はい、そっから考えたら2年半じゃけど、うん、そんな長く感じてます、校長。いや結構でもその間にいろいろやっぱ去年だって、うん、そのパパ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 もあったし、はい、からワールドツアーもあったりとか、はい、ドキュメント の公開も映画もあったりとかするから、うん、常になんか新しいものはこう目の前に現れてる感じがしてたんで、嬉しい。 CM のだってネクストステージ With You も流れてたりとか、メルセデスベンツ、はい、映画ちはやふるのもちろんこのフラッシュ、うん、もそうだし、うん、サウスバイサウスウエスト、あ、見させてもらった全部言う、見させてもらった、止まらない、ちゃんと止まらない、あのストーリーね、ストーリー、はい、ドゥ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 なんだこの村の対決みたいな、なんだとかもあって、あれもね自分のスマホでね家で見てて、はい、あ、スマホで見てくれてた、そうだって寄ってたんだもん、すごい寄ってたんだもん、同時に子供か、そう勝手にパソコンだと思っててね、パソコンだと思ってて、パソコンかでも見れるし、そうか、でも携帯でも見れたから、か今からやるよっていう静止画面で結構待たされて、うんうんうん、すいません、俺そんな待たされてる時間も楽しかったよね。全然長くなかったよね、時間なんだよ、ありがとう。でさらにちょっとこのコズミックエクスプローラーという曲が2曲目にね、うん、ドガンと君臨、威風堂々と、僕もね、校長が感想言うと僕止まんないと思うんで、はい、僕も一回感想言わせてもらっていいですか。どうすか、なんで言うの、なんでそんな感じになるんですか、絶対言うチャンスねえなと思って、行こう行こう行こう、いいっすか、行こう行こう、僕ね、びっくりしたんですよ、その最初の 1,2 曲で、まあ、最初ナビゲートからのね、すげえ入ってくるんだよな、1分10分ナビゲートで、まあ、最初なんか船に乗り込むみたいな感じだったんです僕の中で、
で船に乗り込んだら僕は正直言ったからある種パフューム研究舐めていたのかもなと思っちゃったぐらい、その船が出てきたんですね。僕イメージ的に海の中にこの船の上の部分だけ乗ってる状態ね、はいはい、僕乗り込みますね、はい、曲流れます、ナビゲート行ってからの次のコズミックエクスプローラーだった時にとんでもない母体といいますか、はいはい、でかい船が海の下からブワーって出てきて、うわこんなでけえ船だったんだみたいな、でかいね、すごいね、こんなでかい船、それをだってさ中空にこう浮かんで、はい、空中ね中空中空って言葉も多分あるね、空中あるある中空って言葉あるもん、知ってんの、あるよね、ほらある空中でも大きく数えてる、中空に浮かんでさ、はい、それがだって、はい、しかもさ地球をもう俯瞰で見ちゃってるわけだから、俺の感想なんだ、今までのだって地球の上にだってあったのがいつもそうな、これ正解ちょっと合ってないし、合ってないよ、そんなお股にかけた、いや落ち着くのよ、後にだよ、元々だって広島にいてだよ、そこから秋葉原で力をつけて、はい、いつの間にかその日本、うん、いや JPN に広がってですよこれが、はい、さらに海の向こうに渡って次どこ行くんだろうってなったら、うん、あそれやっぱりもうそこまで飛び立ってしまうんだなっていうのが、うん、1、2を聞いた時にすごく思ったことで、いや超嬉しい、うん、っていうのが僕の感想です。違う違う、それは俺だよ、それは俺だよ、それは俺だよじゃないんだよ、それは俺だ、途中で入ってきて盗んで何言ってんだよ、コスミックエクスプローラーは俺だ、もういいよ、もう全て俺だ、もう、ま、もうだってそのナビゲートってちょっとねその、はい、なんていうんですか、ま、ちょっとだけなんかナビゲート来た時に、はい、あのカナ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 って C 音色にすごい悲しいでいいだろ、もうでもそこにはでも多分それが悪いよ、パフューム研究家だって今までね、はい、その辛い思いだったりとか涙流すことも、はい、捨てなきゃいけなかったとものとかもあるだろうし、はい、それを置いた後の全部覚悟を決めた後の2曲目コスミックエクスプローラーの、はい、凛とした顔ね、3人のわーかっこいい顔していた、浮かんだ、オッケー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 よ、だから今日は、はい、だからっていうことでもないんだけどファビウム研究員と一緒に生徒のみんなとねこのコズミックエクスプローラーの研究をね、はい、していくってこと、そうですね、でさらに今日フラゲビじゃないですか、はい、もう聞いてくれてる生徒めちゃめちゃたくさんいるんで、学校もたくさん来ておりますね、うん、でしょ、ただね俺話させないかもしれない、なんでなんか生徒に話させてあげて、俺が全部言ってくかもしれないんで、全部潰してくるか、これは人の意見全部食っちゃうの、全部食っちゃう、可愛い感じで言うんじゃない、食っちゃうエクスプローラーとして俺はどんどん探索したい、俺はね、それはね、俺はそう、今日さあここからねスクールブロック女子クラスの時間ってことになってんの、京都はね、はい、そうなってますよ、ああどうしたの京都、えどういやどずっとさっきから喋ってたのに急にちゃんと真面目にできるんだなと思ってちゃんと真面目にできるって何だすごいなと思って、スイッチの入れ替えが本当素晴らしいなという、なんでそんな偉そうなんだいやいやいやすごいなって勉強させていただいてますよっていうことです、オッケー乗り込む準備できてんのか、いけますよ、進んでいくぞ今日も、行きましょう行きましょう、今週毎日投稿中なのは小芝風花ちゃん朝が来た、改めてお疲れ様でございました、今日はね新学期に入ったってことで改めて生徒のみんなに逆伝して挨拶をしていくらしい、うん、小芝風花ちゃんのガールズロックス、この例えばもう今日も風花ちゃんだったら、はい、そうやって生徒に電話して、はい、こう繋がらなかったさ、うん、まあよくあるじゃん、まあありますね、どっかのタイミングで知るわけじゃん、はい、はいはい、電話見て、でも今日のまあ、授業を聞いてて、まあ、うわこれって えこれ風花ちゃんだったんって言った時の顔見たいんだよ、はい、その顔集の写真集とかあったら俺確かに、ね、結構1800円くらい出してこれ買うかなって、歴代のずっと朝シャメ的なやつで送ってくれないですかねその中で、まあ、難しいよだってその瞬間を撮らないといけないわけだから再現してもダメですからね、自分では撮れないわけだし、誰かが偶然撮らなきゃいけないわけだよね、そうそうそう、確かにな、だからショックだよなこれな、それね本当ショックですよ、ね、まあでも繋がった今日だから2人でしょ、うん、はいはい、いました、で留守電なんてまたこれいいわけだから、ね、留守電はねだってあとで何度でも何度でも聞けるわけですからこれね、ふうかちゃんもちょっと緊張しがちだったけれど小芝ふうかちゃんは明日も投稿、未来の鍵を握るレイディオスクールオブロックと申します、スクールオブロック、東京ヘイムから全国38局に向けてお送り中スクールオブロック、明日の生放送授業は新授業
教えてあげルック。今日からみんなの疑問を解決していく専用掲示板教えてあげルック知恵袋掲示板がスクールオブロックに開設。校長の富山です。ルックのスペルは LOOK。 いいよ。生徒のみんなが日頃の疑問やみんなに聞きたい質問がある、そんな時はこの掲示板をルックして質問を書き込んでください。そしてその答えを知ってるという生徒はレスで参加してください。京都なしだれ。新掲示板がもうできてるからね。そうなんです。見てみて見てみて。ぜひこっちになんかいろいろ質問書いてみんな待ってるわ、うん。さあそしてここ生放送教室には明日ニューアルバムコズミックエクスプローラーをリリースするパビウム研究員、よろしくお願いします。今飲んでますか。はい、後追いですごい気合の入ったなんか言葉が全然気合入ってますよ。やっぱちょっと校長の気合がちょっと伝わってきて、はい、だいぶ気合入ってます私たち、はい、マジで3人ともってことですか。はい、あれ柏岡さんの顔じゃない今。割とスンとしてましたけど、いいえ気合入ってます。秘めてる状態です。秘めてる状態です。その気合っていうのはやっぱりその、はい、もう今日まあフラゲリしてる生徒もたくさんいると思うんですけど、このコズミックエクスプローラー6枚目のアルバムが出るし、うん、はい、ということからの気合ってことですか。もちろんそうです、うん、だし、はい、やっぱ今日買った生徒の皆さんの感想を聞けるっていうのが本当に楽しみにしてきたので、うんうん、はい、これ例えばじゃああーちゃんは、うん、もう世に出てるわけじゃないですか、コズミックエクスプローラーアルバムが、はい、うん、どんなアルバムになりました。まずこのアルバム、はい、壮大だなって思いました、うん、壮大。ほんで中田さん、はい、本気なんだなって思いました。本気、そうだからタイトル、はい、コズミックエクスプローラーでいいんじゃないって背中で語った中田泰隆に、はい、私たちは行き過ぎていきます。背中グーッ掴んで、はい、もうその本気についていったんですよ。どういうそれ本気が伝わったんですか、その瞬間に。コズミックエクスプローラーっていう言葉だからこの楽曲最後に、うんうん、レコーディングしたんですね、コズミックエクスプローラー2曲目の兄弟曲が、はい、そう一番最後だったんですよ、はい、でもうこの曲の持つ力にふわーって気持ち持ってかれて、うん、でうわ歌詞の内容、うん、あ私たちこういうところにこれから進んでいくんだ、うん、っていう、 こう指針をこう表してくれてるような感じに、はい、こう聞こえたっていうか、うん、でもうこの感じでいくんだなっていうのをバーって鳥肌になりながら感じてレコーディングして、うん、で全部の曲が出揃ってアルバムのタイトル決めようってなった時にその言葉が出たから、はい、だからコズミックってこんな私たちっぽい言葉、うん、今まであえて使ってなかったんだっていうところに多分驚くと思うんですけど、昔のシングルのなんかタイトルとかでもコズミックなんちゃらとかね、うん、あってもいいぐらいのね、うんうん、でもあえてど真ん中をやってこなかった私たちがこれから今ど真ん中をやるっていうことにすごい私たちは挑戦だなって思ってて、うん、そこを背負うっていうこと、うんうんうん、そしてエクスプローラーと、うん、自分たちで今まで前例のないことを見つけて、うん、目標にして叶えていこうっていう、うん、こう中田さんからの夢っていうか、うん、なんかメッセージっていうか、うん、もらった気がしたんですよね。へえ、それがその瞬間だったん、ね、うん、そう、その曲ができてみんなで揃って聴いた時に、はい、うん、本当にそういう感覚になって、だからタイトル決まるの、はい、今までで一番早かったです。早かった、すっごい早かったです。え、中田さんの提案、はい、コズミックエクスプローラーでいいんじゃない、かっこ半笑い、それでお願いします。早っ、決まりました。2つ返事でスタッフさんもスタジオにみんな入ってないのに決まっちゃって、そんな OK なんですかそれって。まあでもいつも中田さんとそう3人で決めてたんで、うん、はい、OK、うん、へー、こんなにスッと決まったのは本当に初めてで、それぐらいこの曲の持つ力がすごかったんだなって今振り返ってももう痺れます。威風堂々だね。はい、明日発売のパフィウム研究ニューアルバムコズミックエクスプローラーよりコズミックエクスプローラー。東京都16歳男の子ラジオネーム、おにぎりは塩。おにぎりは塩、美味しいよね。と
鳥肌やばし。コズミックエクスプローラー聞くと震えが止まらない。嬉しい。ありがとう。まあ、でも今スクールブロックで初めてこうやって。そうですね。かかってるわけだし、こうやってね。うん。東京都18歳男の子ラジオネーム、ハルルンタイガース。ハルルンタイガース。コズミックエクスプローラー、やっぱ何回聞いても最高です。のところ大好きです。壮大さが伝わってきます。歌心めっちゃあるやん。で歌いましたもんね、そこ。今ね。うぅぅ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 超えるな。超えるな、本人たちを。本人たちを超えて走っていくんじゃないの。生でびっくりした。嬉しすぎて今。最初入れない感じで、ガチのファンだった。泣いてるんだよな。やべえな。生徒みんな涙流しながら走ってんだよな。なんか最高。どういう曲ですか、歌手ゆかにとってはこのコズミックエクスプローラーは。どういう曲。なんか一言でもいいですけど、はい。こう全てを取りまとめる力のある曲というか、うん、アルバムいろんな曲を取って最後に取った時に、はい、あ、もう本当に全部をまとめてくれる力があって、うん、全てをこう包み込む余裕感があるなと思って。余裕ね。なんか今までの Perfume にはなかった曲で、うん、こうサビがウーで歌い続けるっていうのも新しいし、なんか今このタイミングでこういう形で新しい曲に挑戦できるのすごい嬉しいなって感じた曲です。なんかさっきあーちゃんもそのこういうとこ進んでくんだっていう、この曲でなんかこう分かった指針になったみたいなこと言ってたけど、ノッチとしてはもうそういう気持ちやっぱあったりするんですか。うん、はい、そうですね。なんか歌詞的にも道なき道を君たちは歩んでいくんだっていうメッセージもあったし、そういうグループなんだよって、道なき道を君たちはずっと歩いてきてたじゃんみたいなことを言われたような気もして、なんか一気にバッと、あ、そうか、私たちはそういう風な人たちになっていくんだって、バッとこうなんか目の前が開けたような感じがして。だって誰もいないからね、こんなことやってる人で、それをなんか曲とか言葉に表すっていうことも、なかなか俺すごいことだなって思うけど、でもなんかこの曲に全部それが詰まっていて、それがやっぱりもうド頭にやっぱ来てるっていうのがすごいよね、うん、ここでだからちょっともうアルバム一回終わってる感じもなんかあるし、あ、一度もうマックスクライマックスを迎えていて、確かにすごい状態になったっていうところもすげえあると思うし、このアルバムいっぱい始まるんですよ、うん、始まりが多いんですよ、うん、これちょっとその話しちゃいますね。そのあれ東山校長と生徒どちらがよりPerfumeのニューアルバムコズミックエクスプローラーの感想を熱に伝えられるかを研究せよ。そうだった、そうです、そうですよ。今日だから俺と生徒のお前とでどっちがこのコズミックエクスプローラー愛にPerfume愛に溢れているか勝負するってことだよ。なんで喧嘩越しなのか忘れてたわ。絶対負けねえからな俺マジで。そんないつから好きだと思ってんだ。感情のコントロールどうやってノートとかにも書いてんだから、タワーレコード行って何何よ、あ、タワーレコード Perfumeの皆さんに見せるノートとかに書いてんだ、感想とか。嬉しい、あれ本当に手元に届いてるんですよ。本当いく結構あるから俺の文字見てね。もう怒りの感情ともう感謝の感情がもう見てよ、頼むよ。すごいな、くれんのか、来れんのかどうなんだおい、いけんのか、マジマシマジマシ。おー、力強い、校長が今、なかなかいいの持ってんじゃねえかと。ジョアキン、すごい握りしめてる感じある。マシマシ。校長の遠山です。教頭の芦沢です。そして、パフュームです。東京都17歳、パフュー団子です。パフュー団子、団子、団子。いつ入りだな、口に刺さったんだな、3つな。あ、そうか。年が今 17?17 17です。ってことはこの4月から高校3年はい、おう、学校いつから始まるの。明日です。おい、明日からね。明日なんだ、最後の日だだね。でからのコズミックエクスプローラーもうじゃあ手に入れてる。入れました。入れた、ありがとう。じゃあもちろん、じゃあもう感想もあるわけだ。もちろんです。そうですね。じゃあいいよ、パフィ団子からまずいけ。いいよいいよ、まあ、勝負だからこれな、負けねえからな。でしかも本人たちがいるわけだから、これこんなことないよ、初でしょ。そう、初めて聞くの。そうだ、感想お前いけんのか、大丈夫なのかお前。
いや絶対勝ちます。あ勝ち、俺も勝ちますなんでこれ対決。じゃあいいよ、先行け、パフィランゴ、パフィランゴ。いやもう宇宙、宇宙を探検しました。もう最初に、うん、最初に宇宙船に乗り込みまして、はい、おそこは同じなんですけど、でそこから、うんうん、そこからそこから、うん、なんか好きな曲とかでもいいぞ、別に特にこの曲良かったとかでも、うん、ミラクルワーカー、ミラクルワーカー、うん、ミラクルワーカー、いいよなあれな。であそこでもう、うん、おーってなって、うん、でネクストステージウィズユーで、はい、つながり、ちょっとハンドルを切りまくって、うん、おーでストーリーで、うんうん、人生だ、人生最高だってなって人生最高だ、いいな、これはいい感想、最高だな。おいやそれでもう、うん、あー眩しいと思ったら、うん、フラッシュで、うん、で、うん、甘い反復句が聞こえてきたと思ったら、うん、気づいたら赤ちゃんの顔になってて、自分がお赤ちゃんの顔になってて、はい、どういうこと、ということは、ということはということはベイビーフェイスになってたってことじゃないの、そういうことだろ、そういうことです、そういうことだろ。ここだからずっとこの流れの中で、はい、あのそういう感情がいっぱい出てきたと、そういうことだろ、はい、わかる。あのストーリーとかマジでヤバいよねあれね、ヤバいです。あの音よく聞いた聞きました、よく聞いたよね、はい、めっちゃいろんな音も聞こえてくるじゃんあれ、はい、なあ、うん、あードキドキ、これよな、まあ、ライブとかでも俺見てんだけど実際さ去年の武道館もそうだし、でもやっぱ改めて聞くとやばいよねこのストーリーね、やばいですな、なんかあの時の演出とかも蘇ってくるし、でなんかそのうん、ライブ行ったことないんです。あ、そうなの、そうなの、ちょっとお前羨ましすぎるよそんなの、だってこれからだっておう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 、このストーリーが見られるってことだろお前そっちかよ、やらしいな、めっちゃ嬉しい、それ全然勝負じゃない、だから今のうちからだからいっぱい聞いといてどんどん仲良くなっている、そのいっぱい想像を巡らしとけストーリーで、これなんかおかしいな、で幕張で爆発させます、これだ、幕張で爆発させるな、てこった、お前しかもあれだからなお前席座れねえぞお前はい、アリーナです、アリーナで、あ、暴れちゃうんだ、そしたらこれは行っちゃうよねストーリー5曲目も本当にこのなんか、はいはい、ここでもやってもピーク来るよな、はい、パフダンゴな、来、はいはい、ここでもほら来るぞ気をつけろ、あー来た、あフリートされるぞ気をつけろ、あーやばい、何がすごい、何が、うわーうわー気をつけろ、危ない、まだあるよ、からのまだあるよ、長い、からのやっぱあれだろ、やっぱりパフィランゴな、ベンベベ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 いやいいね、いいね、いいね、いいよ、来てるよ、これだから、はい、あーちゃんの喜びを、あーちゃんどう、あーちゃんどうすかこの番組、あーちゃんどう、めっちゃ歌ってるよ、あんた最高だね、バリラゴ行け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 、急にソロ、いや急なソロ、これだから幕張でも多分お前歌っちゃうし、そうですね、俺で時間が合えば必ず俺もその幕張ちょっとお邪魔させてもらいたいと思うんで、もしも横だったらさ、バフィダンゴさ、ちょっと一緒にもう暴れようぜ、これ暴れましょうな、うん、肩組んでよ、仲良くなっちゃった、ありがとうな、勝負どこ行ったんですか、だからもうホールドユアハンドってことよ、あれ俺たちがうまいこと言うな、すげえうまいこと言うな、じゃあバフィダンゴバイバイ、いやー、いい勝負だったな。ただの
の仲間だったんです。いい勝負だよ。ただの肩組んで終わっただけだった。いい引き分け、まあちょっと俺勝ちかな、やっぱでもね、これはね、勝ちとかありましたってことになると思うわ、これ、あんなに歌ってくれたのに。パピダンゴホールドユーハンドもこれ一番ラスト14曲目じゃないですか、はい、まあ、何回も聴いてるんですけど、改めてめっちゃいい曲ね、これね。そうなんですよ、ね、もうライブでの立ち位置が、うん、海外ツアーとかね、うん、それこそ見てくれてたのかなと思って、中田さんが、うん、この曲ってみんなで手にこう歌詞を書いてもらって、うん、いろんな人の手によってできたビデオじゃないですか、うん、なんかその曲を一番最後にしてくれて、うん、もうマイカラーとかパピーラブとかワンダーツーとか、はいはい、そういう楽曲になっていくのかなって。今後ね、うん、だからこの曲をだからライブで見る瞬間に、あ、もうライブ終わっちゃうんだっていう、なんか悲し、切ない気持ちも多分湧く今後になるのかもしんないし、俺らからしたらね。そうそう、この曲聴くとまた元に戻りたくなるんだよね。そう、アルバムがこう頭に戻りたくなる、ナビゲート行きたくなっちゃう。なんかだから何回聴いても多分戻りたいし、いろんな意味が出てくるし、うん、ってことなのかな、このコズミックエクスプローラーは。もね、リピートして聴いてほしい、うん、あのライナーノーツでも、はい、今日、うん、あのホールドユアハンドの、はい、そうだ、仲良しの日、うん、そう、はい、でね、そう、全曲、うん、ライナーノーツ、はい、特設サイトにね、いろんな、そう、著名人の方に書いていただいてる、はい、今日が最後の日で、うん、ね、そうそう、あれみんなすごいあっていいな、今日だから、サバンナ高橋さんと、はい、ハリセンボンの近藤春菜ちゃん、はい、ね、うん、俺なかったな。そうだ、ね、全然来ない。あ、ごめんなさい。あ、あれそんな感じ。あれ、あれ持ってるかな。あれ違うんですよ、あの私たちが言ってるんじゃなくて、うん、うちらへもサプライズでやってるから。東京ヘイムから全国38局に向けてお送り中、スクールブロック、今週の木曜日、サカナクション先生が3ヶ月ぶりに帰ってくるぞ。もう階段の上で横乗せ、サカナロックス授業再開、校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK、 体を揺らしながら読んでいます。最近生徒になったみんな、これサカナクションの山口二郎先生はですね、このスクールオブロックの中で最も厳しい先生でございます。宿題を提出しないと本当にガチで怒りますので、うん、気をつけてください。京都梨沢です。マジで気をつけた方がいい、本当に本当にね、うん、下手したら本当今のうちからもうツイッター閉じてた方がいい可能性もこれあるし。そうですね、本当にね、そうそうそう、だいぶ早めにやっときましょう。それは釣り竿で殴ってくる可能性怖いよ、うん、そんな先生ではないと思いますけど、うん、無時間の連載の紙面上からディスられる可能性もあるそんな角度あるよ、やめてください。さあ、そしてここ生放送教室には10時台に引き続き我が校の月曜日の授業を担当してくれてもう9年になります、はい、そして明日ニューアルバムコズミックエクスプローラーリリースになるパビウム研究員、よろしくお願いします。今ね、さかなクション先生の新宝島とともに、はい、特に歌集歌がずっと揺れせてくれたのかな、ね、今ね、ステップを踏んでながらね、横に気持ちいいですね。あれね、揺れちゃうよね、あれね、明日、はい、このコズミックエクスプローラー発売ということで、うん、もうフラゲしてる生徒もたくさんいて、はい、生徒のみんなの書き込みだったりと、うん、感想とかもう聞けちゃってますから、これね、はい、ありがたい、うん、嬉しいですね。でさらに、これ Perfume 研究員、明日これリリースされるんですけども、はい、来月ですね、5月3日からは Perfume 6th ツアー2016コズミックエクスプローラースタートになります。はい、はい、しかも今回はすごいぞ、宮城、静岡、福井、徳島、千葉、和歌山、北海道の7都市15公演でございます。はい、結構だからこの珍しいって言ったらなんか失礼なのかもしれないけども、まあまあまあ、あんまりだから行かない、うん、福井、徳島、和歌山は初めてです。なんでこういうことになってるんですか。なんか行ったことないとこ行きたいよなとか、うん、あとなんかバランスよくやっぱり回りたいよねと、うん、お客様に優しいところに、はい、だから日本地図プリントアウトしてきて、おうおう、今まで行ったところを色塗って、はい、で今度行こうと思ったよとか色塗って、はい、でじゃあバランス的には和歌山かなとか、へー、あーバランス的には福井だねってなって、はいはいはい、で元々で徳島もね、うん、うん、決まって、
これだから嬉しいよね、これね、考えてくれてるんですね、そこまでね。結構全国回っててスクールオブロックで開校10周年記念で、そうです、そうです。それで例えばなんか徳島とか行った時に、はい、なんかあのどういうとこがなんかちょっと不満とかってなったら、うん、アーティストのみんなが近くには来てくれるんだけど、うん、もう全然徳島来てくんないんですよ。これはね、四国はあの徳島以外はワンマンライブやったことあるんですよ。うわ、そうだから次満を持して、ね、徳島に行きます。今徳島のセンターよっしゃーってなってますね。よっしゃーってなってますね。行くかね、嬉しいわこれ。ちょっとツアー、しかもこれ幕張はスタンディングだったりとかするわけで、ずっと俺スタンディングで見たかったんですよ。パフューム、大山校長と生徒どちらがよりパフュームのニューアルバム、コズミックエクスプローラーの感想を熱に伝えられるかを研究せよ。俺聞いたから。またこのスイッチ入っちゃうから。お前も聞いたんだろ。生徒ね、生徒に向かって言ってたんだろ。いやもう舌がもたれちゃって。バラ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 。パフィダンゴも、パフィダンゴも歌え、パフィダンゴも。どっかで歌ってるはず。負けません。負けるわけがないんだから俺が。さっき言って勝負とか言ってましたけど、さっきは一応一勝な、俺のな。よくあれは絶対に負けません。最終的に仲良しになってるだけなんだよ。いえ、なってないって。いけますよ。いけんのかお前、どうなんだ。もしもし。もしもし。おー、なるほどね。なるほど、どういうことなんですか。その一言でもう判断し始めてる。怖いよ。校長の遠山です。京都の芦田です。そしてパフュームです。徳島県15歳ゆっちゃんマンです。ゆっちゃんまん、ゆっちゃんまん、徳島ですよ。あ、本当だね。あ、本当だ、ゆっちゃんまん。ライブツアー始まるけどどうなん、パフューム研究員。両日行きます。うわー、泣けそっちゃったよ。お前やるな、なかなか。6月4日5日両方行くと。はい。ああ、そうか、先生パンチ食らってる。俺今まで結構ライブ行ってるけど、これで初めてとかだろ多分な。上から、いや、レベル3ぐらいから行ってます。おっしゃ、いい勝負だこれは。いいぞ。なるほどね。あ、何、徳島これ。徳島これでかいんだよね。まあいいや。コズミックエクスプローラー、これフラゲビでしょ。はい、はい、手には入れたのか。手に入れました。おー、ありがとう。もう聞いた。もう聞きました。これじゃあもうパビム研究員3人いらっしゃるから、うん、伝えたいことある？あります。あ、いけんのか本当に。どうなんだ。いけます。いけんだな。いける。オッケーオッケーオッケー。じゃあとりあえずカウント伝えよ、うん、聞いての。どうだった、はい、コズミックエクスプローラー、うん、コズミックエクスプローラーからの、うん、ミラクルウォーカーがおーすごいよくて、2曲目から3曲目ね、うん、あれいいよね、感想部分がめちゃくちゃ乗れて、うん、すごい飛び跳ねてしまいました。跳ねちゃうね。実際跳ねてしまったと。跳ねちゃう。嬉しい。ミラクルワーカー、ウォーカーやばいよねあれね。やばいです。わーやね。あ、ワーカーか。ワーカーですよね。ミラクルワーカー。なんかさ、曲の中で特に好きな部分とかあったりする、ゆっちゃんも。と、うん、ミラクルワーカーの、うん、起こせミラクル。出た。どっち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 で、ね、頭と水にやんじゃん。どっちどっち問題。どっちもどっちもどっちもね。あ、どっちも。なんかさ、俺はやっぱゆっちゃまんさ、はい、起こせミラクルのこのなんつう発音がすごいいいとこ。分かります。これ分かる。あれな、分かるよな。あれな、これ誰が歌ってらっしゃるんですか。のっちがね、あのっちゃん、そう聞いたら分かるよ。分かるよ。分かるよ。一番だって最後は歌手歌でしょ。そうです、そうだ、私です。結構歌手歌はなんか言っちゃいます、はい、俺が思うに起こせミラクルって、はい、結構言ってるでしょ、うん、ミラクルって言ってます。そうだね、はい、カタカナで言ってる感じが言っちゃいます、はい、しない、なんかあれします。そうだね、はい。のっちはやっぱ、うん、お、ちょっと聞いていいですか、ちょっと。え、私のあれ、生起こせって無理っすか。生起こせ、はい、生起こせ、いいでしょ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 、早い早い、乗るな、早い早い、乗るまでが早い、学校歌う。前段あった方がいいっすか、したら。あ、前段、前段って何、どういうことですか、前段。だから例えば俺が口でやってみるとか、振りみたいなことですか。その前のやつ、そう、うん、え、できるんですか。でもな、細部まで表現すると難しいかもしれない、もしかしたらな。その1、のちだけがいいかな。そうだね、ありがとう。よく考えたらそりゃそうです。ゆっちゃんまん、いくよ。はい、お願いします。起こせミラクル、ちゃんと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 ちゃ
ちょっとゆっちゃんまん、ゆっちゃんまんどうよ今の生。もうやばい。やばい。やばい。やばいね。ここでも上がるよねすごいね。はい。これどうですかその、え、なんか、え、恥ずかしいっていうのはその今これ生やったことが恥ずかしいってことですか。いやいやそうですね、はい、なんかあのやっぱ、うん、ミラクルって言ってる感じが、はい、そのなんだろう、これはあの歌詞カードにはカタカナで書いてあって、うん、だけどその中田さんの、うん、事前に歌を全部歌ってるのを真似して歌うんですけど、うん、私のミラコーは、はい、忠実に中田さんのミラコーを真似て歌ったんで、はいはいはい、ナチュラルミラコーではないので一回通ってるんですね。そうなんですよ、私の内から出たものではないんですよ、そこだけ歌ったんですね、ちゃんと。俺はゆっちゃまんべやっぱそこで上がったわけじゃん、気持ちがすごい。そうです、そうだよね、俺もすげえ上がったんすけど、例えばあーちゃんとかはめっちゃ上がりましたそうだね、やってくれたなと。やっぱレコーディングの順番が私あーちゃん、うん、次ゆかちゃん、うん、でラストがノッチなの、うん、ノッチの歌ってるとこは聞いてないんですよ、だから出来上がってから聞く、うん、っていうことなので、はい、うん、もう多分メラコー言うて言うて言うて発音の良さ出たねー、いいよね、上がるよねあれね、最高です、あ上がりポイントですよね。いやーゆっちゃんまんもな、なかなかなやるな、ちぇし強引に勝負に持ってってますけどさっきから仲いいんですよ、ただえただただ仲いいの、仲は別によく対決だから、これ対決してんのかな、まあうん、コールドゥイヤーハンドだな、結局ね、めっちゃな、なんだこの茶番は、ライブじゃ楽しみに待っとけよ、待っててね、はい、高校も楽しめよ、はい、バイバイ、ありがとうございました。入った、最後入りましたね、来たよ、無事に入りました。3曲目ミラクルワーカー、これもだから初めてスクローブロックのみんなと一緒に聴く、うん、曲出してありがたいね、まあ今のところじゃ2勝0敗って、いや分かんない、自分でやめて、自分で計算しちゃってまだいるんだってよ来い来い来い、行きましょうか、もし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 、それ何だ、校長の遠山です、京都の芦田です、そしてパフュームです、鳥取県ラジオネーム頭板です、大丈夫か、頭板どうした、頭痛いの、僕は痛くないんですけど、友達が片頭痛なんで、その健康を祈ってそんなメッセージがあったんだね、結構深いのがあったんだ、痛い分も自分が背負うっていうことなんだよ、めっちゃいいやつじゃないか、新しく高校生になる、はい、うん、そうだね、パフィーム研究はじゃあ好きだな、そしたらな、大好きです、嬉しい、ありがとう、嬉しい、大好き、いつぐらいから好きなん、うん、その2年ぐらい前から、うん、校長がそのラジオで、うん、あのグリッターを、うん、めっちゃ歌ってたから、うん、それ聞いて、うん、それの影響が大きくて、うん、聞き始めました、 OK、 これもグリッターからのホールドやハンド、これは早い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 、それ技の名前みたいに言ってた、プロレスの技みたいに言われる、嬉しいことはないでしょうか、嬉しいよ、すごい、超超ありがとう、ね、勝負する必要ないんですよ、だからさっきからどうせ同じ結果なんだからマジか、俺だから歌いながらなんかうるせえなとかも思ってたりとかしたけども、なんか報われた俺のよく考えたらおかしい話ですよ、校長のグリッターでパフィームが好きになる、全く意味がわからない、いや本人じゃないのに、俺のキラキラが報われたってことだよ、これは。よかった。レーザー走ってよかった、俺も。聞いた？アルバム。はい、来ました。やばいよね。おー、すごい。すごいね、うん。なんか特にここの曲好きだったとかある？と僕は、ベイビーフェイスが。出た！これよ。いいよね。これね。いい。はい。どういうとこよかった、ベイビーフェイス。と、昨日も、うん、昨日のパフュームロックスでも、うん、あーちゃんが来たりしたんですけど、うんうん、そのお姉さん感というか、いい意味で他の曲よりも人間臭くて、それも人間味があってすごく耳に入ってくる曲で、すごく好きでした、嬉しい、なんかだからそうだよね、それまでやっぱさすごい壮大だったりとか、はい、今どこにいるんだろうみたいな、なかなか現実的じゃないところから、はい、この8曲目でなんかふと我に返る瞬間もね、急に日常感ありますね、うん、ね、うん、ある急にハートギュッとなるんですよ、これ、うん、声が近い感じしますよね、うん、どういう曲ですか3人にとってこのベイビーフェイスは、
この曲だから、うん、なんか今まではちょっと年下の男の子との恋愛の曲かなみたいな曲はあったんですけど、今までね、うん、そうなんか初めて、うん、もうまっすぐに年下の男の子と私たちはお姉さんっていう曲だったんで、うん、年取ったなっていうそういうことなんですか。うん、うん、そう感じましたよ。そう感じました、うん、ついに中田さんにもそういう風に習ったんだその段階入った、うん、そう見えるんだなんだよ。ですよね、もう27ですし、うん、こう受け入れるっていう、うん、なるほどね。なんかでも俺はさっき頭痛も言ってた、なんか人間っぽいっていうところがすごくなんかでかいなって頭痛俺はもう思って、うん、その普通のやっぱ女の子だったわけさ、うん、3人は、うん、だって成功が約束されてるもんでもなんでもない、今とんでもない奇跡がいっぱい起きてるわけだけども、でもなんかここでふと我に返って、いや広島の女の子3人じゃんって思ってパフィーが、そう思える曲でもなんか俺はあった。うん、これはいや、うん、いい箸休めというか、うん、一回ちょっと落ち着ける、うん、アクセント的なね、はい、うん、そういう印象、うんうん、頭いったね。これやっぱここをやっぱねこう抽出するっていうのもやっぱお前やるじゃない。ただお前と俺もホールドユーハン。新曲みたいに言うな。俺とお前のホールドハンやめろ。お前ともありがとうね。はい、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。さあそろそろ授業もこれね終了の時間になってしまいましたよ。早い。スクールオブロック最後は黒板にメッセージを書いて授業を終えているんですけれども、今夜はもちろんパフュームさんにアルバムについて黒板をお願いしたいと思っております。黒板3枚用意させてもらってるんで、はい、はい、お願いします。3人カップも久しぶりの気がする。そうなんですね、うん、釣り台とかだろう。前回来た時、うん、あれ帰ってなかった、一つだった気がする。ああそうだね、うん、多分ドーム終わった後とか、うん、でも何回かしかないから貴重は貴重だよなこれね。他にもだからまだいっぱい聴きたい曲ですよね。かけてない曲いっぱいあるから、で手に入れる、はい、明日手に入れるやつもいるだろうし、うん、あんまりだからなんか俺とかが喋っても、はい、なんかいろんなものをこう奪ってしまうことになるかもしれないから、はい、今さらかありますけどね。しかもその初回のさやつの中にもさ、スペシャル CD の中に、うん、あのパフュームのただただラジオが好きだからレイディオの2も、はい、面白いねこれもね、うん、大ボリュームでお送りしてね、うん、面白い。ただただ楽しく喋ってる前回が DVD に入れてたんですけど、今回 CD に入れて、そうだそうだ変わってんだ、あの携帯とかに入れれるようになってるんです。でも電車の中で聞くのは本当やめた方がいい。やばいねあれはね、一人の時に聞いた方がいい、うん、あと絶対にちゃんとアルバムを先に聞いてっていうところが、そうです、冒頭で言ってくれてるし、はい、それもちゃんとね。そうなんですよ。じゃあノッチからはい行く、はい、はい、行きましょう。読み上げてもらってよろしいですか。お願いします。は幸せ者と書きました。幸せ者、はいはい、このコズミックエクスプローラーが私本当に大好きで、レコーディングをしたその日からもう自分のイヤホンで街中でも聴いて、なんもうずっと聴いてるぐらい本当に好きな作品で、でアートワークも吉田ユニさんっていうめちゃくちゃおしゃれで可愛い女の人に作ってもらって、なんか作品とはちょっと相反する手作り感のあるジャケットもすごく好きだし、でフラッシュが主題歌になったちはやふるっていう映画もめちゃくちゃ面白かったし本当に好きだし、なんてこの好きなものに今囲まれてるんだ私はっていう、本当に幸せだなって思って、でそのなんだろう、その私の大好きな作品が私たち Perfume を思ってできた作品っていうのが、まあ、全部幸せだし嬉しいなと思いました。なので私は幸せ者だなとということで書かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私は旅に出るよ会いに行くよ、はい、このアルバムを出してやっと出せたんですけど、私たちはそのレコーディングからずっと聞いていて、こう雑誌のインタビューだったりテレビ番組だったりいろんなところで何度も聞いていたり自分でも聞いてたりするんですけど、こうやっと届いた時にみんなの感想を今日聞けて、あ、こんなに待っていてくれたんだとか、こういう風に受け取ってくれたんだとか、すごいこう私たちのアルバムに対してみんな正面で受け止めてくれて、気持ちを
なんか今まで以上に言葉にして熱量がすごく伝わってくるなと思ったんです。そのみんなの気持ちがやっぱり自分たちのこう活動を続けていく原動力であるし、そのために CD を出してこうやっていろんなことをやってるんだなっていうのをすごく今日実感できて、だからみんなのその思いを胸にツアーのリハーサルをしてみんなの元にお返ししに行くよと、会いに行くよという気持ちを込めました。たくさん受け取らせてもらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。あちゃん、はい、エクスプローラー、スペルでエクスプローラー、はい、この言葉を中田さんがプレゼントしてくれて、私たちもまたぐっと腹をくくりました。だからまだ誰も見たことない景色を、その先に誰よりも早く見つけて叶えていけたらいいなと思っています。みんなも一緒についてきてほしい。東京ヘイモーキーステーションに全国38局フルネットでお送りしてきたスクロブロック下校の時間、改めてねプルッときましたよ、うん、今の3人の黒板、はい、そしてからのこの曲のドア玉、はい、プルッときた。鳥肌が立っております。アルバム買いに行こう明日アルバム買おうこちっと行こう私たちが言うてすごいことよ。これすごいですね。これはクールオブロック最高だね。好きだー。いやそうやって言ってもらえる生徒のみんな本当に幸せ者だし、いいですよ。たくさんのもの今日も受け取っているし、うん、はい、そしてどこまでも Perfume 研究員がどこに行こうともね、はい、俺正直だから去年のそのお祭りで今後どこ進むんだろうとかって、うん、ちょっとなんか不安とかもあったけれども、うん、明確にちゃんともうビカッと光をこう俺たちがもらって、うん、もうそこついていくしかないわけで、これからもずっと楽しみにしてますわ。ありがとうございます。いやいっぱいだ、もういろんなものがいっぱいだよいっぱい話したいこともたくさんあるけれども、ここで終わるのがいいかな来週以降もね授業ありますんで、はい、そうですね、はい、パフュームロックスよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。スクールオブロックは明日より10時に再び開校。最後は一緒にキッズあいだって